昔々あるところに浦島太郎という若者がいました。ある日浦島さんが海辺を通りかかると、子供たちが大きな亀をいじめています。てめえ亀、甲羅なんて背負って生意気なんだよ。ひぃ、助けて。これこれ、かわいそうだから逃がしてあげなさい。なんだかんだで亀を助けてあげた浦島太郎、ありがとうございました。お礼に竜宮城に連れて行ってあげましょう。ということで亀の背中に乗って海の中へドボーン。酸欠状態で意識朦朧とした浦島さんでしたが、気づくと立派な御殿に到着。ここが有名な竜宮城です。竜宮城ではまぶい乙姫様&色とりどりのお魚たちが歓迎してくれました。タイやヒラメの舞踊りを見ながらすっごいごちそうに舌鼓を打ちます。刺身ってこの状況で食べづらい。なんだかんだで夢中になって遊びほうけること3年、そろそろ帰らなきゃってなことで乙姫様に玉手箱をもらって地上に帰ることに。着いたー。久々に帰ってきた地上はなんと700年も経っちゃってるんですよね。親も知り合いもみんな死んじゃってるし、どうしたらいいの。途方に暮れた浦島さんが玉手箱を開けてみると煙がボーン。あっという間にめちゃくちゃ年寄りになってしまいました。めでたしめでたし。